今日も誰かヒーローにジャスティスさんです。お願いします。はい、ホーズリブかぶらずに歌いきれ怪獣の花さん。はい、ということで皆さんテレビでですね、あれ見たことあります？10人くらいこう後ろ向いて、うん、振り向いて一人ずつ歌詞の一部分を歌ってって、うん、はい、誰もかぶらないで成功するまで終われません。はい、はい、もちろんですね。まあ我々ジャスティスさん、中学校または小学校幼稚園からの幼馴染、はい、息ぴったし、ぴったし一回で終わんじゃん。そう、かぶらないんですよ僕たちは。かぶらない、普段生きてきて、うん、もうお互いがここ歌うだろうなとか、もうぴったり分かる。分かる。ということで今回は、僕たち6人でかぶらずに歌いきれをやりたいと思います。はい、ということで6人です。まあ他のさクリエイターさん見たらさ十何人とかいるから少ないようには見えるけど、うん、比較自体むずいからね。むずいよね。6人です。いや、むずい。むずいんだよ。ショート動画ちげえよ。難しいのよ。難しいですよね。まあ、6人で成功したらどんどん増やして、7とかショートいないから7人とか、どんどん増やしてみました。はい、まあ、6人だと成功できる確率は多分720分の1かな。6分の1なわけねえだろ。多分720分の1ということで、はい、これ一発でできたらご褒美はありますよ。バウンディさん、うん、ライブ招待させて。無理無理。でもバンディさんこの動画見てくれて、ジャスティスさんいいね、あとでじゃあ俺のライブ来てみんなでやろうよ。俺らやってますよ。いいのみんなやつの前ブーイングだよ俺ら。サビ取っちゃっていい？いいね。回ったの全然いいから。正直それを目指して頑張りましょう。はいはい。まあとにかく何時間になるか分かりませんが、俺らなら絶対いけるということで。いけるよ。怪獣の花歌はどうですか皆さん。大好き大好き。もうカラオケでも高いからね。実際これうまさじゃないわけでしょ。あ、まあ、それはうまさも込みでバウンディさん呼んでくれるから。じゃあもしかしたら、すいません、ナオくん以外でお願いします。あるかもしれない、ね、あるかもしれない。ナオ、そしたらライブのビッグビッグくれて、まったーかわいそうだ。まあ、まあ、という感じで早速やっていきたいと思います。はい、いきますよ。それでにもレッツゴー。ですか。はい、はい、さあということで、歌詞は一応スマホで見ながら、はい、いいんだね。けどがっつり見てないでちゃんと自分表現して歌いましょうね。はい、一発で成功させる。頼むぞ。頼むぞ。いやー、後ろ振り向くのでじゃあお願いします。ねえ、こういうゲームじゃないですよ。みんなでやろうよ。みんなで出るんじゃない。もうないよ。それが間違ってないから。確かに。でも正直出たかったし。めっちゃ出た。なお来るんじゃない。我慢して、一回行っていい。じゃあ一人はそれぞれ役割ある。そうね、まだじゃないだろ。あなたはアリバイもね。一回字が閉まってね。オッケー。好きすぎて2番言っちゃった。2番合ってる。好きすぎてとかないから2番合ってるんちゃう。じゃあ、分かんないけど、分かってる。なおがまさか一人で成功してて、俺もびっくりしてる。びっくりして、テンポちょっと早いんだから。俺誰もいねえなと思って。いや、そりゃそりゃ、いいかい。俺の一番に執着とかないよ。ダメダメダメ。今だ、俺を。マジで。マジで。じゃあ、オッケーオッケーオッケー。もういけるね。みなさん、遠慮の思いよ、みんな。思い出すのは君の高い場よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの。おー、いい。いいかげんに。まあ、いいかげんに。まあまあ
りも鮮明だ。おいおい。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、君を探すんだよ。思い出すのは、お前らやねん。お前ら待って待って、お前らは一緒にいると多分ステージ向いてるから離れよ。リュウシンとヒーローの話だ。これでいけるね。歌詞も間違ってた。そう、お前も間違ってた。会話よりも鮮明だ。オーケー、内緒に行くわね。よし、行こう。思い出すのは君の歌。まあまあこの赤外下バージョンの1回目はしょうがない。じゃあ、あとね、そっちがあってめっちゃなんか回っちゃうんですよ。そねえよ。あったよ、雰囲気あった。あれしょ、お前今出よみたいな。だろだろ。よし、真剣にやって。はいはい、集中して。はい。グッズ絶賛発売中、詳細は概要欄から。ガチ歌いて、そうそう、そうだね、それ何ちょっと聞かれて。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの。やっぱ俺全部好きだ。お前ら何、その二人さっきまで一緒にいたけど離れちゃったからどこに行ってしまったの。いつも同じんだよ。一緒になろう。なお、なおとジャスに交換して。こっちは大丈夫した。これだよ。オッケー、やっと来てくれて。なんか大気違う。違うよ。また変わるよ。じゃあいいんじゃない。行こう。いつも探すんだよ。マジ？いつも探すんだよ。おー。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、歌は笑う顔が鮮明だ。君は成功してた。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。おいさあ、新選組だって今。いや、新選組だって今。なあ、雰囲気がうっせ。むずいよ、マジで。よくね、簡単とか言ってたけど、ガチむずい。じゃあ、絶対十何人の人たちやらせなせよ。悪く映した。違う。あの生徒やってるよね。やってるよ。頑張るじゃろ、僕みたい。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、歌い笑う顔が鮮明だ。君に似合うんだよ。ずっと見ていたいよ。あの残りは
残った時、もう一人のやつはめっちゃ迷うよね。俺がどっち来るか予想したいけど、誰かのせいで。なんでこのパターンあるんね。全然ある。あるんだ。俺ゴー大好き。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、笑う顔が鮮明だ。思い出すのは君の歌、歌笑う歌詞を間違えた。まずさ、こいつたまにせ思い出すやめて、歌詞間違えた。歌詞間違えないって。あと、始まる前のこれやめてよ。やめてって、それって200円やめてって、やめろやめて、シューズ。はい、エンジングも。ジャスティスタッカー。よし。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、歌い笑う顔が鮮明だ。君に似合うんだよ、ずっと見ていたいよ。でもさデンジャーとしてたやん、みんなで。思い出す。どうするどうする。何があるの俺ら。チームワークが足りてないから、うん、ちゃんとやろう。そうだね。一発で集中しよう。一発集中。誰と隣になりたい。ゴーキ。よし、俺なお。よし、じゃあライオで。よし、じゃあ行こう。オッケー、これ集中しよう。何が当たるの俺。流進ペア。あ、もうこれ成功すんじゃん。これなんかあと、ね、なんか当たってきた。なんか当たってきた。最初からこれで行けばよかった。もう感じるよね、シンパシー。じゃあ行こう。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出す。いいよいいよ、仲いい仲いい。今のは良かった。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに
っと見ていたいよ。でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中。もう一度また聞かせてくれよ。聞きたいね。また騒げ大怪獣の歌。まだ消えない夢の歌唱えて。君がいつも歌う怪獣の歌。まだ消えない。ねえ、来るよ。何回ぐらいやったんだろう。50ぐらいだった。50ぐらいやったんか。まあとりあえず1時間ぐらい。うわ、1時間ぐらい。まず6人でこれですから。はい。疲れた、なんか。いや、頑張った。ショート入ってる、喧嘩になりそうだった。いや、多分ショートずっとこうだよ。多分、ライブ終わってますよ、これ。何見てろ。何してんの、あいつ。7人に成功させて、うん、今後コラボとかもっと他の人数増やしてきて、確かに頑張っていきました。はい、まあこれでちょっと俺らの中でのさ伝わったかないように、うん、はい、伝わったかな。いや、伝わったよ、伝わったよね。でも面白かったね、すげえ面白かった。またぜひやりましょう。はい、という感じで、この動画面白いと思ったらぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは次の動画で、ね、バイバーイ。最後まで動画見てくれて本当にありがとう。はい、ということで無事なんとかクリアできました。僕最後にですね、ヒヨ君が振り向くときになんか僕もなんか揺れてたと思うんですけど、あれ本当に僕なんかやばいと思って変えたんじゃなくて、あのフェイントでふざけてやろうとしたのがなんかたまたまなんかそういう風に映ってしまったので、本当にただただ普通に成功してます。信じてください。ということで次は7人でやりたいと思います。それでは次の動画でバイバーイ。